皆さん、こんにちは。31一セレイエーシャグリムービエスということで、いよいよ暴落貫通局面、ビットコイン。下に行くのか上に行くのか。ここがちょうどサポートの幕貫通ということで、コインベースのアームストロング CEO が SEC に対して徹底抗戦を構えることを表明したこと、その2ビットコインのテクニカルアナリシス。こちらをですね、今日この動画でやっていきたいと思いますので、皆様、スマッチョの方、よろしくお願いいたします。 ということで、このチャンネルではですね、31歳でファイヤーしたゴリが、最前線の仮想通貨米グロース株ビットコインオルドコイン、ね、イノベーション筋トレ、これらを、えー、解説していくチャンネルになります。ということで、ビットコインついに、ついに来ました。ここ、サポートライン、ね。タッチしてからまた下がってきてます。見てください、ここ。ここにサポートがある。ね、ここが。そして、ここを一回、 ね、下に下がって、ひげ作ってから、また上がったんだけども、上がったんだけれども、ね、そこまでモメンタムなくて、このサポートラインに、ね、また今度レジスタンスとして打ち返されて、こうなっていくパターンではないのかと思えてならない。ね、前回はここからね、カツーンって貫通したよのね。今回、上がったと見せかけての結局の、こうなってるから、 これになるんじゃないかな。もしくはそうなんなかったら、これでいいんじゃないのかな。と、50日無アベレージが垂れてきて、もしくはこっち側。ね。っていう風な感じで弱く見える。非常に弱く見える状態ね。ビットコイン。4時間速だけどね。ワンデーチャートで見てみると、こんな感じ。で、まあ、正直、あの、オルトコインがね、今週売られる可能性があるみたいな話はしたじゃん。えそれは実際もね、今売られてて、ね、あの、オルトコイン。 まあ昨日からそこまでね、めちゃめちゃね、さらに今日落ちてるかっていうと、そういうわけではないけども、まあ、マーテックとかね、ちょっと戻してるけどね。髭作ってから戻してる。ただ、これ、反転上昇のリバーサルパターンではないから、このままね、ダダ崩し的にね、こうやって落ちていくことは全然考えられる。ってことで、まだね、終わってない状態ね、オルトコインの、え大、大、ね、大爆安セールっていうのかな。ドット4.48。 うん、でも、ゲを伸ばして、うん。でも、ゲが長いから、一回戻してるけど、まだ、あ、これね、またね、これ上がるには、もう少しまだ時間待たないといけないよね。うん。リトレイスメントプルバック、今、プルバックやったけど、うん。まあ、そんな感じ。で、イフィリウム1750ドルということで、ま、あビットコインよりは落ちてるんだけども、オルトコインよりは落ちてないっていう話で、ね。なんでやねんね、200日のところまで,で落ちてくれるのか。で、ま、あビットコインはさっき見たね、ちょうどあの局面だよね。 うん。サポートにも4回タッチしてるから、今ここ。1回、2回、3回、4回。で、非常に弱く感じる部分があるから、まあこれは、あれ、時間の問題じゃないかなと。うん。まあ反転上昇しても、このね、50日の2 7 0 0 0のところ、うん、多分来ないんじゃないかなと思うんだけどね。うん。わかんないけどね。うん。さっさと貫通してほしいってのがある。ということで、 コインベース CEO が SEC に徹底抗戦。コインベース CEO Brian Armstrong says, We will not delist tokens deemed securities by SEC and has no plans to phase out staking services. ということで SEC によってね、あの、unregistered security と呼ばれている Solano とか AIDA とかね、Cardano とか Polygon Matic とかね、それらをディリ,リストする予定はないと。しかも、ステーキング続けますってこれ、ま、がっつりさ、SEC の KG 捜査かな訴訟かなの真逆をね、行くっていうことを言ってるんだよね、コインベースのね、この CEO は。まあ、これ、キャッシーボクがさ、あの昨日のインタビュー言行ったけどね、バイナンスとコインベースはね、全く違う訴訟、全く違うじゃないけど、訴訟されてるけど、訴訟の内容は違うとか言って、でキャッシーボクがさ、40万株コインベースね、そこで買ってたんだよね、爆買いしたんだよね、また。うん。それに気をよくしたのか分からないけども、これちょっと強すぎじゃありませんか うん、だって、ね、今週1週間で6000億円ぐらい出金されてるわけでしょ、仮想通貨から。その状況でこれ、戦おうとしてもさ、またリップルみたいになっちゃわないリップルのさ、SEC 訴訟でさ、めちゃめちゃ声落ちてるじゃん。 で、これ、切り抜きだけでども、インサイド取引、暴露、セキュリティ交渉中に大量ショート、バイナンスの裏側に隠された事実は、BNB インサイド売買の裏にあれ、金融ルールの空白と SEC の、これね、株ではね、これやっちゃいけないんだけど、仮想通貨はできちゃうから、こうやってね、うん、あの、まあ、あれよ、うん、インサイド取引ができちゃうって話なんだよね。で、まあまだまだまだね、あの、ニュースあるんだけども、Former SEC Attorney wants investors to get out of crypto platforms now ということで、SEC の全 えー、法務官だよね、うん、顧問弁護士のやつだよ。SEC の全顧問弁護士って言ったら、思い出されるのがあれだ。ね、あの FTX のハリポタで、ね、顧問弁護士だったやつが、ね、SEC の顧問弁護士だったやつが、確か FTX にあの就職して、なんかズブズブの関係だったみたいなやつ、みんな覚えてるか覚えてるやつ手あげろゴリが見せるぞこれ。みんな覚えてないと言わずない。ゴリが作った。 これや、正義じゃなくて真実はただ一つ、名探偵五男ということで、こいつや、元 CFTC の顧問弁護士であり、FTX の法務顧問になったこいつも、元顧問弁護士なんだよな。FCC ではないけどね。CFTC の顧問弁護士だった。で、FTX とね、癒着があったんじゃないのしかも、全、ね、このハゲンズラー ね、SEC の,あの議長の、ね、ハゲンズラーの法務顧問としてずぶずぶの関係でもあった。そして CFTC、そこごと FTX は繋がっていた。そのハゲンズラーの元部下が、これが MIT の元教授で、今、教授あの中止してんだよな、こいつ。なんでって。そう、その娘がなんとハリーポター、キャロライン・エリソン、アラミダの CEO。 アラミダというのは FTX の子会社で、元サムの、ね、FTX 今となっては余罪追及中、オフパコ疑惑か、ハリポタと FTX <laughs> <laughs>。ハゲンズラのね元同僚で FTX の、CFTC の顧問弁護士。CFTC の顧問弁護士が、ねあのー、CME っていうね、うん、シカゴマニ、シカゴ、 シカゴ、なんとかエクシェンジの社長に、ね、FTX でい成長させてくれよ。FTX に CME 買収させてくれよってね、話を流してたみたいなことをこの人が暴いたっていうね。うん、ということで、まあ、これと似たような感じでねあの、SEC の顧問弁護士が、とは言っても、言っちゃうかもしれないか分かんないけどね、があの仮想通貨の取引所から、ね、出ろって言ってるの、うん。なぜかっていうと、さらにやばいかもしれない。うん、I cannot say it any plainer. ね、これ以上ね簡素化して言えないけども、ただと,とりあえずねオフチェーンのコールドウォレットにねトコイン取り出せって。Um. Having worked as an attorney in SEC Enforcement Division for almost 20 years, 20年間ね SEC のフォーム部で働いた、KKKRAITA, I believe that we know, we now know for certain that the, the, the crypto trading platforms are under US regulatory law enforcement siege, which has only just begun.Siege というのはこれね、あの戦争でいうところのこれで あの制圧されてしまったみたいなそういう意味だと思うんだよね。Siege. Siege. Military operation in which enemy forces s u r r n d town building. だからもう、周りがもう周、周りがね、うん、もうほほ、飽和されてる状態。包囲網で作られちゃってるよっていう、ね、状態ね。だから、US のレギュレートリーインフォースメントね、法律とかね、そこがもう囲っちゃってるから、しかもこれ始まったばっかりだから、今のうちにね、アメリカから出た方がいいよみたいなね。うん。 ということ,ことで、typically an、アウトスポークなデリケート SEC credit は、no kind of、ノーストークなクリプトバースに、100%オブジェクト、independent、and neutral。普段はあの独立的で、中立的で100、100%、ね、客観的な SEC なはずなんだけど、今回はちょっと違うよね。My take is that SEC is spot on with their crypto-related enforcement efforts, no matter what the carnival bargain promises. It is axiomatic that crypto trading platforms are high-risk. perolious inherently and ということで、この法務弁護士が言う限りでは、この SEC のねハゲンザラが言ってることは間違いではないよって言ってるんだよ。ハゲンザラはね、肯定してるよね。で、危ないとも言ってる。まあ、それはそうだよな。だって、レギュレートされてないんだもん。ということで、SEC lacks any sort of oversight and access and has a scanned ability to detect, investigate, in, in and detect fraudulent conduct. これはホーム弁護士が言ってるんだけども今の仮想通貨の取引所っていうのは例えばねアメリカで上場しているコインベースとかバイナンス US だとしてもこのだからコントロールではね中央集権,の央集権であのまあコントロールできちゃうことによる操作ができないよねってできないからまあ詐欺とかねなかなかね防御できないよねっていう,ふうに言ってるんだけどもでもで仮想通貨自体ってもともとさディーセントラライズじゃん。 中央、非中央集権が元でやってるんだから、ね、インベスティゲートをね,このね特別なエンティティ、中央集権型エンティティにしてもらう必要はない方がいいんだよねっていうのがビットコインじゃん。ビットコインってさ、ブロックチェーンのデータでさ、誰でも見れるわけでしょある程度お金の動きが。それをせずにあの中央集権型にしちゃうと、一部のね、例えば政府とかがこの KYC を、ね、提出してって言って、そのね、 あのそれにそぐ,そぐわないといけなくなっちゃうとかってなると、そこで裏側で何が起こらないか分からなくなってくるのが嫌だからディセントラルズ行くのに、まあそれをねセントラルズに戻したいっていうのが SEC 側だりゃよな、うん。私たちに守らせてくれみたいなね。まあそこは半分ニュートラルな部分はあるけどね。どっちもどっちのあるけどね、うん。ということで、US Court tells SEC to respond to Coinbase's re rulemaking petition within a week ということで、法廷がですね、今度 SEC に対して SEC がね、 コインベースの社長はね、SEC に対してなんでいけないんですかってね、質問を送ったんだけど、全然質問が SEC から返ってこないで勝手に訴訟されたって言ってるから、じゃあ、法廷のね、うん、あの裁判官が SEC に対してね,そのね、コインベースの質問に、ね、答えなさいってね、今こうやって言ってるのかな、うん。だからそれはね、法廷側が一応中立な立場に立ってるってのもいいことだとは思うよ。u n i v e r s i t e s c u of Appeals for the Third Circuit、ね

で、Brian Fry, attorney, 弁護士、Yes, maybe I'm not optimistic about SEC's claim against Binance.The complaint is brutal.Binance has essentially admitted to anything that SEC alleges.It's a disaster. だから、弁護士からの視点で言うと、Binance がさ、あの社長がね、元 CEO が、to でアメリカでやってるんだぜって発言ね、これがもう、有罪レベルだ。有罪じゃなくてもう認めちゃってるから、これはね、勝てないよね、Binance はってことを言ってる。だから、これは負けるよねと。 うん、a disaster もう崩壊レベルだよねとただ、コインベースに関しては、ね、それではないから。コインベースに関してはセキュリティをトレードしてるっていう風なところが言われて,るっている。キャッシュボックと一緒ね。うん、ということで、まあ、これに関しては、ね、バイナンスは非常にやばいよね。ってでもう一人弁護士、マイク・セリグ SEC ロース s u i t s a r e ー t e フォー r e l y bad、ね、訴訟自体は仮想通貨協界にとっては悪くはないと。 アゲン i バックドラップオディズ・ロウスウィーツ、フォーリング・ t ュリスディクションズ・アルダプテン・クリプト・ロウズ・アルグレー a ョンズ・アン・ユース・マーケル・ディベイティング・クリプト・マーケット・ストラクチャー・レジ e レーション・レジスレーション・オン・ディーオ国会で仮想通貨の,、ね、あの法案を今ね、あの議論しているところであって、その間に、海外の国でね、あの政府平米になるであろう海外でも、そうね、foreign jurisdiction 海外の地方違い保険でもう法案も出てきてると。うん。ということで、グツグツ煮込んでるよとかね。 Laws and regulations. アメリカがこうやってね、r e g u l a t o のプレッシャーかけることで、海外の方はね、今、s a f 的な感じで、ね、オープンになってきてはいるんだけども、なってきてはいるんだけども、ナイジェリアで、ね、Binance ね、

エンフォースメントだからね、行政でもなく、裁判所でもなく、立件する側ね、立憲する側警察みたいなもんだよね、うん、エンフォースメントって。でそっち側だから、ねあのー、実際に、あのー、立件した後に裁判でね、やるかやらないかっていうのは、三権分立であの裁判所がやると、うん、最,最終的にはさ裁判所がやるけども、裁判に持ってかれるだけでビジネスってさ、大打撃じゃん。 だからさ、有罪確定したわけではないけども、立件されてる時点で結構めんどくさくなって、何百億円ってね、被害があるから、それは嫌だ、ね、よねってのあるよね。うん。ということで、まあそんな感じ。ナイジェリアがね、バイナンスをね、ホールドするようになったと。で、まあ、あだからさっきの,バイあのビットコイン戻るけども、これね、でもね、来週ちょうどさ、パウジーの利上げがあるんだよね。CPI 取利上げ。あと3日かなヤバタニエンだよね。あと3日やばい水曜日、その前に CPI が来るんだよ。 CPI がいつだここは CPI があと2日。やば !2 日3日連続で最後の晩餐これでビットコインもね、動かなくはないよね。多少はね、多少はだよ。うん。っていう感じになります。ということで、えっ、ー、と、これはですね、これからまた筋トレしていきたいと思いますので、皆様、今回のえニュースですね、役立った、ね、面白かった、英語のニュース最前線、濡れたと思う方は、ぜひですね、レッドピルになりたいと思う方は、ぜひ、スマッチボタン。 グッドボタンスマッシュよろしくお願いしますそれではまた後でお会いしましょうバイバイ